どこかに隠れなくちゃ。見つけたわ。マキちゃん、あと何回当てれば勝てるのかしら。確か5回当たるとアウトなのよね。いいのよ、打ち返しても。お前に私が。キャー、ルビーちゃん逃げて。アユム、アユムさん、ありがとう。気にしないで、同じチームなんだから。さあ早く。はい、待ちなさい。行かせないよ、マキちゃん。ナイスヒット、隙だらけよ、アユム。マリさん、いつの間に。ちょっとマリー、野球じゃないんだから。エリ先輩こそ隙だらけですよ。カスミンの超絶射撃スキルに震え上がるがいいです。震え上がるのはどっちかしら。ギャー、撃つのにためらいがなさすぎる。怖い。あゆむさん、かすみちゃん、大丈夫かな。二人ともさっき撃たれちゃったみたいだけど、ルビーも二人を助けに行かなきゃ。でも、マリーのバレットはターゲットを仕留めるまで止まらないのです。このあんまり調子に乗らないでください。じゃあ。やるわね、歩む。そんな顔もできるなんて驚きだわ。聞いてください、エリさん、私はあなたを撃ちたくない。好きだらけって言われたのを忘れたの。背中ががら空きよ。どうして、どうしてこんなことになっちゃったの。ねえルビー、マリーと一緒にサバゲーやってみない。サバゲーってサバイバルゲーム。迷彩服を着て森の中で銃で撃ち合う、あのすごく怖い遊び。必ずしも迷彩服を着るわけじゃないし、屋内施設もあるけど。って、なんなん。ルビーがイメージしてるのとはちょっと違うのよ。サバゲーはサバゲーでも、レーザーサバイバルゲーム。レーザー？そう、通常のサバゲーではエアガンに BB 弾っていうちっちゃい弾を使うんだけど、レーザーサバイバルゲームではその名の通りレーザー銃を使うの。レーザー、じゃあ当たっても痛くないんだね。そう、プレイヤーは的がついた専用のジャケットを着てフィールドを逃げ隠れしながら敵の的めがけてバッキュー。本当に大丈夫なの。 Don't worry。もちろんレーザーも人体には無害なものが使われているわ。だから安心、セーフティー。サバゲーは基本的にチーム戦だから、チームワークも高められるし、緊張感に包まれながら戦術を練ることで頭の回転も鍛えられる。広いフィールドを走り回るからスポーツとしても注目されているのよ。へえ、怖いイメージだったけど意外とそうでもないのかな。そうそう、ミューズや虹学の子たちも誘ってやってみない。トレーニングだと思って。トレーニングか、
そうだね。もっと体を鍛えて、難しいダンスもすぐに踊れるようになりたい。じゃあ決まりね。早速みんなに聞いてみましょう。きっと楽しく遊べるわ。って言ってたのに、すごく怖いよ。マリちゃんの嘘つき。今日集まってくれたエリさんもマキちゃんもカスミちゃんもみんな負けず嫌いだし、アヨムさんも真剣に戦うみんなを茶化すようなことは絶対しない。つまりみんな本気で戦うってことで、ルビー無事にお家に帰れるのかな。せめて同じチームとしてアヨムさんやカスミちゃんの足を引っ張ることだけはしないようにしなくちゃ。そういえば周りが静かになったけど、二人とも無事かな。様子見に行った方がいいかな。右よし、左よし、誰もいない。今なら動いても大丈夫そう。あゆむさん、かすみちゃん。この声は、確かこっちの方から。やっと追い詰めたわ、かすみ。観念しなさい、ここでゲームオーバーよ。先輩、エリ先輩、お願いです。見逃してください。もう次当たったら、カスミンダメなんです。プルプル震えて可愛いわね。そんな顔されると、ますます逃がしたくなくなるわ。ダメよカスミ、キュートなレディーがそんな危ないことしちゃ。さっきまで自分も同じことしてた自覚あります？暴れずおとなしくしていれば一瞬で済むわ。エリ先輩、ゲームが始まってから怖いですよ。あれですか、ハンドル握ると性格変わるタイプですか？さあどうかしら。この先輩たち怖い。そろそろトークは終わりよ。言い残したことはないわね。安心して、あなたの分までしっかりゲームを楽しむわ。じゃあね、かすみ。エリー、かすみのラストは私に任せて、銃を下ろしてくれない？何言ってるの、撃つのは私よ。私が一番多く当てたんだもの。それならマリーは一番最初に当てたわ。だからラストもマリーが撃つの。勝手に変なルール作らないでくれる？これはもしかしなくても、逃げるチャンス。今ならかすみちゃんを助けられるかもしれない。でもルビーにできるかな。そーっと、そーっと、今だ、逃げろ。撃たれた？嘘！どういうこと？エリさんもマリちゃんも撃ってなかった。二人以外でカスミちゃんを狙うのは。これでゲームオーバーね、カスミ。
マキコ！しかもあんなに離れた場所から。まさか先輩たちはおとりだったんですか？マリーたちが撃ってもよかったんだけど、ほら、かすみってすばしっこいから。確実性を求めて私たちで時間を稼ぎながらマキに狙撃してもらったの。うまくいってよかったわ。3人がかりとか卑怯ですよ。それが可愛い後輩にする仕打ちですか？誇り高き3年生のやることですか？手加減されたらされたで怒るくせに、たとえ卑怯な手でも使わないと倒せないって思わせたのを喜んだらどう？これであなたたちのチームは残り2人、逃げるか反撃するかどっちを選ぶか楽しみだわ。じゃあね、かすみ。悔しい。絶対絶対このままじゃ終わらせないんだから。かすみちゃん、かすみちゃんが脱落しちゃった。そんな、あの時ルビーが。見つけたわ、ルビー。さあ、もう一発。な、危ない。もう少しで当たるところだったわ。ルビーは？ルビーはエリにお任せするとして、残るは歩むね。さてさて、どこにいるの？どう？ああ！びっくりした。大きい声出さないでよ。無茶言わないで、そんな隅っこでゴーストみたいに。心臓がストップするかと思ったわ。一体何してるの？そっちこそ、なんでまだ歩き回ってるわけ？3対2よ。しかも向こうに残ってるのは、戦いが一番似合わない2人。向こうから仕掛けてくるとは思えないわ。だったらこっちも無駄に動き回ることないじゃない。一理あるわね。マキが隠れていたい気持ちもわかるわ。別に隠れてなんか。でもね、たとえ遊びでも、ここは戦場よ。何が起こるかわからない。3対2なんてまだまだ逆転圏内じゃない。戦いが似合わないイコール弱いとは限らないでしょ。うん。それに何か起こってくれないとつまらない。ん？何？ええ、今何か。よし、誰もいない。ルビーちゃん、もう大丈夫だよ。あゆむさん、ありがとう。また、助けてもらっちゃった。気にしないで。言ったでしょ？私たち、チームなんだから。ルビーちゃん？助けられなかった。かすみちゃん、同じチームだったのに。すぐ近くにいたのに、ルビーがグズグズしてたから。確かに、かすみちゃんのことは残念だったと思う。でも、まだ時間は残ってる。失敗したなら、その経験を次に活かせばいいんだよ。だから、一緒に頑張ろう。歩夢さん。頑張る。かすみちゃんの分まで。歩夢さんを助けられるように頑張る。最後まで。そうです、リベンジのチャンスは必ず巡ってくる。いや、作る。意地でも。かすみちゃん、かすみちゃん、どうしてここに？脱落してフィールドから出たはずじゃ。ええ、
脱落しましたよ。めっちゃくちゃムカつくやり方で。この今世紀最強美少女カスミンを寄ってたかってあの三人は。かすみちゃん、ごめんなさい。助けられなくて。ああ、いいよ別に。さすがにあの状況じゃ、しょうがないっていうか。もしあそこでまで、歩先輩一人になっちゃうし。そんなことより、今はあの襟巻マリチームに一発かましてやる作戦を練ることの方が重要なの。襟巻トカゲ？ボケてる場合ですか！とにかく歩先輩、ルビコ、カスミンの仇を取ってください。仇って、マリちゃんたちと戦うってこと？そうだよ、悔しいもん。でもカスミン脱落しちゃったし、二人にやってもらうしかないの。それに、このままじゃカスミンたちのチーム負けちゃうんだよ。あの三人がこのまま二人のことほっといてくれるとも思えないし。やられっぱなしなんて絶対嫌です。徹底的に追い詰めてカスミンを脱落させたことを泣きながら謝らせてやるんです。そこまでしなくても。それにマリちゃんもエリさんも打つのすごくうまいし、全然勝てる気がしないよ。マキちゃんも遠くから当てたんだよね。冷静で慎重だし。確かに3人はすごいですけど、それを今更どうこう言っても始まりません。大丈夫です。みんなで協力すれば必ず勝てます。何かいい考えがあるの？もちろん、確実にあの三人を脱落させる、とっておきの方法を考えました。まずルビコで相手の気を引いて、相手が油断した隙に歩先輩が背後の物陰から撃つ。どうですか？完璧でしょ？これで襟巻とか、じゃない、襟巻マリチームは全滅！勝利はカスミンチームのものです！思ったよりシンプル。なんかそれずるくないかな。ずるいもんですか。ここは戦場、勝つためには手段を選んでられません。向こうだって3人がかりだったんですよ。まずはカスミンを脱落させた張本人を狙います。マキちゃんを？いきなり強敵。いや、向こうのチームはみんな強敵だよね。確かマキコってゲームが始まったばっかりの頃、ルビコの前にそのまま出てきたんでしょ？隠れたりもしないで。うん、見つけたわって言いながら近づいてきたよ。怖かった。か、絶対自信満々の顔してたんだろうな。まあ、つまりマキコならルビコの前にそのまま現れる可能性が高いってことです。だからチャンスがあるってことだね。本当にうまくいくかな。それにルビーちゃんをおとりにするなんて。大丈夫です。歩先輩の命中率はなかなかですよ。ルビコもこう見えてやるときはやってくれるんです。マキコは向こうのチームの中でも一番カスミンたちの動きを警戒してるはずです。逃げられると厄介ですから、一発で決めましょう。どうして一番警戒してるってわかるの？にひひ、カスミンの計算が正しければマキコはあと一発で。ただじっとしてるだけっていうのも意外に疲れるわね。少し歩こうかしら。今だ、ルビコ、行って。マキちゃん、覚悟！やあ！あ？この瞬
私が隠れてる場所が。どうして？見てたからよ。かすみとの秘密のミーティングからずっと面白いプランを考えてたみたいだけど、残念、マリーには全てお見通しなのです。そんな盗み見、いや盗み聞き、どっちでもいいですけど、ずるいですよマリ先輩。ゲームオーバーになったのにフィールドをうろついたりするからよ、自業自得。一度ならず二度までも。歩夢さん、かすみちゃん、これからどうすれば。動かないね。待ちわびていたのはマリだけじゃないわよ。マリが歩夢、エリがルビーの相手をするなら私の仕事はなさそうね。ここでゲームも終了かしら。まだだよ、まだ終わらせるか。うわ、何するのかすみ、話して。エリ、ルビコやったー、はーい、マキちゃんアウト。今のは反則でしょ。納得できないわ。かすみはもう脱落してるじゃない。何のこと？かすみは偶然つまずいて近くにいたエリ先輩にうっかり抱きついちゃっただけですけど。何よそれ、意味わかんない。とにかくマキコはもう脱落しちゃったんだから、かすみと一緒にフィールドの外に行こうね。わあ、行っちゃった。まあトラブルはあったけど、これで2対2のイーブンね。どっちが勝つかまた分からなくなったわ。予測がつかないドキドキノンストップバトル、こんなにエキサイトできるとは思わなかったわ。いつまでも続けていたいけど。はい、戦いは終わらせなければなりません。マリさんは強いです。楽しいってずっと笑ってるけど全然油断しないですもんね。私じゃ叶わないかもしれないけど、それでも二人と約束したんです、絶対勝とうねって。だから必ずマリさんを倒します。グレイト、そんな顔もするのね歩夢。いいわ、本気でかかってきなさい。行きますマリさん。歩夢さん大丈夫かな。お願い、無事でいて。よそ見してる場合じゃないわよルビー、もう逃がさないわ。今度こそ終わりよ。諦めない、終わりになんてしない。かすみちゃんの分まで歩夢さんと一緒に頑張るって決めたの。怯えてたら誰も守れないって分かったから、だからどんなに怖くても逃げないって決めたの。真正面から突っ込んでくるなんて、それじゃ当ててくださいって言ってるようなものよ。驚いた。なんてことするのよ。走りながら自分の靴を放り投げて、私の注意がそっちに向いた瞬間、下に滑り込んで打つなんて。単純な作戦だけど、引っかかった私の負けだわ。
油断してたってことかしら。格好悪いところを見せちゃったわね。エリさん。終わった。やっと、歩夢さん、かすみちゃん。名誉を挽回しなくちゃ。え？最後まで残ったのはエリ一人。ということで、今回のレーザーサバゲー、ウィナーはマリーチーム！むきー！結局、カスミンチームは全滅ですか？ごめんなさい。まさか、エリさんのライフが残ってたなんて。でも、私に向かって突進してくるルビー。とってもかっこよかったわよ。歩夢もすごかったのよ。言葉や動きの全てがフルパワーで、全く隙がなかった。相打ちが精一杯だったわ。そんな、全然すごくないです。結局チームは負けちゃったし。検討はしたってことですか？でも、かすみの作戦がうまくいってれば、絶対勝てたのにな。尾行されてることにも気づけない人の考えた作戦なんて、到底成功したとは思えないわね。何を！まあまあ、だったらリベンジする？二回戦。やります！やりましょう！次は絶対かすみチームが勝ちますから！私もやるわ。あんな最後、絶対納得できない。次はチームメンバーを変えてやってみましょうよ。メンバーが変われば戦い方も変わるだろうし、きっと面白いわ。いいわね、そうしましょう。歩夢はマリーと同じチームね。ルビー、次は私と同じチームにならない？最後に見せたあの気迫、本当にすごかった。今度は味方として一緒に戦いましょう。ちょっと、何勝手に決めてるんですか？歩夢先輩もルビ子もカスミンチームです。それじゃさっきと同じじゃない。私のチームに入れるわ。全員生き残って完全勝利よ、歩夢、ルビー。えー